今後養育費払わないわ。どういうことよ。俺再婚する。転職先で運命の人と出会ったんだ。何言ってるのよ。まだ払ってない慰謝料と養育費だけでも180万あるのよ。あなたの浮気で離婚したのにキララがかわいそうだと思わないの？俺が養育費を払わなくても生活できてるじゃないか。ギリギリの生活なの。来月はアパートの更新料もあるし、お願いだから養育費ちゃんと払って。だから俺再婚するから無理。あなたが再婚したってキララの父親であることは変わらないのよ。そんなこと知るか。来年から小学校だから教育費だって習い事だってどんどんかかるのよ。習い事なんかいらないだろ。お友達とスイミングに行きたいってずっと楽しみにしてるの。スイミング？そんなの必要か。お前甘やかしすぎ。キララだってメッサー食えりゃ十分だろ。かわいそうよ。ランドセルは買ってやるよ。ランドセル背負ったらキララ可愛いだろうな。養育費払わないならキララに会わせないわよ。キララに会えなくてもいいの？キララに会うのにお前の許可なんかいらねえ。俺が会いたい時にキララに会うの。その時だけ気が向いたら金払ってやるさ。そんなひどい。まそういうことで。シゲト出てよ。養育費ちゃんと払ってくれないと困る。今月の養育費5万を支払ってください。それと未払い分180万も早く振り込んでください。よろしくお願いします。金金ってうるせえな。主戦度だなお前。本当に困るの。払って。払わないって言ったろ。私の給料手取り16万じゃ毎月の生活がやっとなのよ。16万あれば十分。それでダメならお前がもっと稼げばいいだろ。子供がいたら無理よ。お前ってやってもいないうちから無理って言うな。託児付きの夜の店とか行けよ。そんな。俺も金はない。じゃあな。お金が必要なの。ちゃんと支払って。おい、キララに催促の電話させるとか汚い真似するなよ。パパと話したいって言うから電話したのよ。スイミング行きたいって言ったぞ。お前が言わせたんだろ。そんなことしないわよ。しかも途中からお前に代わって金の催促しやがって。ふざけんな。だったら養育費をちゃんと払ってよ。不況で私の出勤日が削られて本当に困ってるの。不況のせいじゃなくてお前が低能だからだろ。とにかくさ、俺は結婚資金貯めないとならないの。そんなの知らないわよ。相手は今の社長の娘だぜ。しょぼい結婚式じゃかわいそうだろ。なんたってササラクリーンだぜ。ササラクリーンの社長ってあの雑誌によく出てる？無知なお前でも知ってたか。本業の他にシングルマザーや貧困家庭のための支援活動をやってることで有名だもの。社長のおかげでどこ行っても会社の評判が良くて営業楽勝。あなたがよくその会社に入れたわね。俺様の営業トーク持ってすりゃ一発よ。彼女かわいそう。はぁ？やきもちですか？シゲトの見た目と口のうまさに騙されちゃって。なんだと？私もそれで騙されたけどね。離婚の時だって公正証書作って養育費払うって約束したのに。そうだっけ？公正証書あるんだから訴えることもできるんだからね。へえ、弁護士雇ったりとかお前にできんの？大変だよ。金もかかるしさ。それは無理無理。お前にはそんなことどうせできないって。まあせいぜい頑張って。じゃあな。シゲト、お金払ってよ。お前何したんだよ。何が？俺の給料から勝手に金奪いやがって。奪ったんじゃなくて養育費にもらいました。勝手なことするなよ。しかも給料の半分もなんで引かれないとならないんだ。だってこれまでの未払い分がたくさんあるんだもの。俺が生活できないだろ。あら、半分の16万あれば十分でしょ。冗談じゃない。これじゃ結婚資金の貯金もできないだろ。なら足りない分働けば。昼も夜も働けるわけないだろ。無理に決まってるじゃないか。やってもないうちから無理って言うんだ。口がうまいから夜のお店に合ってるかもよ。お前ふざけるな。本当は口座の差し押さえもしたかったけど、預金がほとんどないって聞いて諦めたのよ。勝手なことばっかり言ってるな。お前のせいでこのことが会社にバレたんだぞ。
仕方ないわよ、払ってくれないんだもん。ちゃんと連絡よこせば払ってやるよ。嘘ばっかり。嘘じゃねえ、払ってやるよ。だからさ、給与から取り立てるのはやめてくれよ。社長にもバレると困るしさ。社長にバレると結婚できなくなるもんね。今なら経理しか知らないからさ。頼むよ、ちゃんと払うからさ。やだ。そんなこと言わないでさ。あなたのことが信じられるわけないでしょ。ちゃんと払う。わかった、明日30万払ってやるよ。は？それだけありゃ大丈夫だろ。何言ってんの、未払い金はもっとあるんだよ。とにかく取り下げるよな。なんで強制執行を取り下げないんだよ。せっかく弁護士頼んだのに取り下げるわけないでしょ。30万払っただろ。そうね。騙したのか。騙すも何も約束してないわよ。社長にバレそうなんだ、なんとかしてくれよ。私には関係ないもの。なあ、あといくら払えばいい。お金あるんだ。俺はないけどな。どういうこと。彼女が俺のためなら金を貸してくれるんだよ。それが養育費だって知ってるの。知るわけないじゃん、親が入院するって借りてる。ひど。彼女嘘って分かったらショック受けるだろうね。バレないから平気。平気かしら。もしバラしたら金払わないぞ。私はバラさないわよ。じゃあ払ってやるから、さっさと強制執行取り下げろよ。でももうバレてるよ。どういうことだ。昨日ね、ササラクリーンの社長さんから連絡があったの。社長が？嘘だろ。経理から聞いたんですって。あなたが養育費を支払っていないのは本当かって確認してきたわ。ちゃんと払ってるって答えただろうな。なんでそんな嘘つかないといけないのよ。支払わないから強制執行したんじゃない。どうしてだよ、俺が困るだろ。社長はシングルマザーの支援活動とかしてるからうるさいんだよな。そうね、養育費を払わない男は最低だって言ってたわ。社長さん、子供の頃に母子家庭で苦労されたのね。あのさ、ナナから社長に俺はちゃんと支払ってますって言ってくれよ。なんで。このままじゃ結婚できなくなる。計画が台無しだ。計画？結婚すれば次期社長なんだ。社長になって金のある生活ができるんだぞ。そう、よかった。あなたの計画が阻止できて。俺が社長になれば養育費も慰謝料も利子つけて払ってやる。だからさ、社長に取り直してくれよ。もういいわ、お金はもらえるから。え？社長さんがね、慰謝料とか養育費の未払い分は会社が一旦立て替えるって。立て替えってどういうことだ。会社が立て替えてあなたが働いて返すということよ。嘘だろ、聞いてないぞ俺は。今日話をするって言ってたわよ。社長さんから聞いてないの。夕方呼び出されてるけど、てっきり結婚のことだと思ってた。かなり怒ってたわよ。結婚も破談って言ってたけど。そんな、俺これからどうすればいいんだよ。なあ、なんとかしてくれよ。知らないわよ。結婚もできずに金だけ取られるのか。そういうことになるわね。そんなの最悪だ。自業自得です。今までの分は何とかして払う。だからお前から社長に話して結婚を考え直すように言ってくれ。無理です。まあこれからはせいぜい頑張って働いてね。ナナ頼むよ、何とかしてくれよ。ちゃんと金払うからさ。シゲトは社長に説得され、会社から借金をして未払いの慰謝料や養育費を支払うことに。そしてキララが成人するまでの養育費はシゲトの給料から差し引かれて、毎月会社から振り込んでもらえることになりました。そして社長の娘に嘘を言ってお金を借りたこともバレ、婚約破棄の上慰謝料を請求されることに。シゲトは会社に借金があるため仕事を辞めることもできず、社長に半ば監視され、針のむしろのような毎日だそうです。私は社長さんに仕事を紹介してもらって転職し、給料が少しアップしました。養育費も入るので生活が安定しました。あの時思い切って強制執行をやって本当に良かったです。これからはキララと二人、お金の心配なく幸せに暮らしていきたいです。最後まで見てくれてありがとうございました。動画を良かったと思ったら高評価とチャンネル登録をぜひお願いします。